ワールドカップカタール大会一時リーグ E 組。日本インドイツ2022年11月23日。ハリファ国際競技場ワールドカップカタール大会一時リーグ E 組の日本代表は23日。初戦で FIFA フフランク11位のドイツと対戦。0-1の前半アディショナルタイム。 ドイツ FW ・ハーバーツの得点が VAR で取り消しとなる場面があった。日本は前半33分。GK ・ゴンダが DF ・ラウンをペナルティーエリア内で倒し PK を献上。MF ・ギュンドアンに決められて先制を許す苦しい展開となった。前半終了間際のアディショナルタイム。MF ・ミュラーの右クロスを MF ・伊藤がクリアしたが、これに MF ・キミッキが反応してシュート。 ゴンダががもこぼれ玉に mf りが反応折り返しのボールをハーバーツが押し込んだボールはゴールネットを揺らし日本が痛すぎる2点目を献上したかと思われたが VAR 判定にハーバーツの位置がオフサイドと判定されドイツの押し込んだ